スラムダンク、大相撲番付。はい、えー。今回のスラムダンク考察は、スラムダンクのキャラクターに大相撲の番付を当てはめてみようと思います。はい。大相撲に詳しくない方に、簡単にご説明すると、大相撲の番付はこうなっております。えー、一番上はさすがに皆さんご存知なんじゃないでしょうか。横綱。そして、えー、その次に大関。えー、関脇。 コンスビとと役があり、そその下にに前前頭頭ここから枚枚目、3枚目と続き、こんなな感じになっていますはい。この大相撲番付にスラムダンクのキャラクターあ、いろんな選手がいますけども、この選手たちがどの番付に当てはまるのか、ただ単にバスケの実力というより世間から見た評価、え実績を重視した格というのを考慮して番付してみようと思います。 なので、まず実際に分かりやすいところからやっていこうと思います。はい。スラムダンクの王者といえば、まあ、山王工業。この山王工業のメンバーから格付けしていきましょう。はい。ではまず、山王工業のスーパーエース、沢北英治からいきます。スラムダンクの世界では誰もが認める、日本一の高校生と言われています。そうなれば、番付的には文句なく、横綱と言えるんじゃないでしょうか。そして、さらに山王工業には、 読者の評価的に沢北に並ぶ人物が2人いると思いますそう川田雅史とキャプテンの深活和成ですこの2人もまさに高校バスケ界で書くというなら間違いなく横綱ですはいいきなりですがこの三能工業の3人が横綱です というのも、沢北は先ほどにも言いましたが、現役最強という看板があり、圧倒的な得点能力があり、飛び抜けた身体能力が売りです。なので、歴代の力士に例えるならば、タイプとしては小兵ながらものすごい筋肉質の歴代の大横綱あ、千代の富士のような横綱じゃないでしょうか。 この辺、大相撲に詳しくない方に分かりにくくて申し訳ないんですが、ただ、相撲に詳しくない方でも、この昭和の大横綱、千代の富士関は聞いたことある方も多いんじゃないでしょうか。僕の印象では、沢北栄二は千代の富士のような横綱だと思っております。 そして、不活は、三農工業の中でも、最強世代と言われる、このメンバーを、闘争するキャプテンであり、司令塔であり、監督の堂本が、絶対の信頼を置いている、それが、ポイントガードの深活和成です。勝負との試合、最終局面でも、不活に全てを託しました。まあ、それくらい、まあ、堂本監督は、不活を信頼しています。それが深活和成。彼も、名横綱の一人だと思います。 同じく3年生にもう一人、名前が上がると思います。川田兄子と川田正史も、真、義・体。全てが揃った、大横綱。タイプとしては、絶対の強さを誇る、白鵬関のような、そんな横綱をイメージしています。川田正史は、スラムダンクの中でも最強の人物、最強のプレイヤーと挙げる読者も多く、間違いなく彼も横綱、最強の横綱の一人だと思います。 そういきなりですが山王工業から横綱が3人、はい、ではいは一旦ここから別の高校のメンバーに行ってみましょう神奈川の王者海南大付属そのキャプテンでいえば牧新一ですが彼を大関に持っていいきたいと思います実力で言えば唯一原作でもこの山王工業のメンバーに対等に張り合えるんじゃないのかというのが牧だと思います ただ、チームとしての実績が前年度ベスト4であり、準決勝で三能に大差で敗れていることからも、限りなく、横綱に近い大関という位置に置きたいと思います。そして、同じく、愛羽学院の諸星大、彼も大関に持ってきます。もともと海南大付属の牧と互角といえる実績や実力があります。 前年度ベスト4で、このインターハイでも優勝候補の一つで間違いなかったはずです。しかし、今大会の予選で一度、明豊工業に敗れました。そう、一年生の森重博に。これを、まあ、大相撲で例えるならば、幕内に入りたての平幕力士が森重。その平幕力士の森重が大関の軍投げ、金星を上げた、そんなイメージじゃないでしょうか。 そして、えー、この取り組みをきっかけに、平幕力士からトントン拍子で、えー、昇進している現在、売り出し中の力士。これが森重だと思います。なので森重関脇。これくらいの番付に置いてみようと思います。それでも1年生で実績のない森重に、この番付、関脇は破格の位置になると思います。そして同じく、関脇にもう一人。 大英学園の土屋も森重と同格くらいの評価があると思います。激戦区大阪の大会を1位で通過させた大英学園のキャプテンであり、何といっても、彦一市の評価でも、南岸本を差し置いて、この土屋を先導タイプのプレイヤーと評価していました。これは先導を尊敬する彦一市にとって最大級の評価であり、三次だと思います。なので、この大英学園の 土屋も、まあ、実力は未知数ながら、関脇にしておこうと思います。さらにさらに関脇にもう一人、大関の牧に同格とまで言われ、スラムダンクの世界では、天才という言葉がぴったりのこのキャラクター、この選手、両南の鮮度を関脇に持ってきます。 そう。彼は全国大会に出場していなかったことで評価が難しい部分はありますが、この格という面でやはり全国の舞台をしていないというところはマイナス面でもありますが、間違いなくトッププレイヤーであり、優勝も狙える選手だと思います。なので、ここは全国に出場していない両南高校ですが、ここから仙道明、そのエースを関脇に位置づけしてみたいと思います。 はい。この、仙道の位置づけっていうのは非常に難しいと思います。まあ、そんな、いろんな部分を考慮して、今回、この、両南の仙道の番付けですが、関分けということにしてみようと思います。はい。続いて、小結びに行こうと思います。まず、大阪の得点王でもあり、豊玉のキャプテンでもある、南。彼を小結びに位置づけします。そうすると、神奈川の得点王も同じく、三役の小結びを与えましょう。 海南の陣総一郎です。そして、仙道と同じく、この年のインターハイには出場できませんでしたが、商用の藤間、神奈川では牧のライバルとも言われ、全国大会の常連校のキャプテンでもあります。ですが、現在小結びにしたのは、まあ、前場所までは関脇だったが、風にも取り組み中に肘打ちを受けて故障、そして所属している部屋の親方不在による、 まあ練習不足などあり、今場所から小結びに格下げされた力士。まあそういう経歴で、えー、まあこの位置に悲運の力士、藤間を持ってきました。あと、三能工業の松本、野部なんかもこの三役の小結びに入れていきたいと思います。沢北、川田、深津などに隠れがちですが、あ実力は一流です。 こうして客観的に見ると、山王工業と一チームは、レギュラー5人のうち、横綱3人、小結び2人という結果になってしまいました。あ三能山王工業、恐ろしい。そして、はい、ここから、この山王工業に勝った湘北メンバーですが、あの、山王戦前と後では番付でかなり変わってくると思うし、山王戦後の番付って、 ちょっと難しいと思うので、勝負のメンバーは、山王戦の前で考えてみようと思います。ただそうすると、全国では無名であり、雑誌の評価では C ランクの勝負はかなり評判的に低めになってきます。その中でも唯一それなりに評価があったキャプテンの赤木でさえ、前頭筆頭というところがまあ妥当じゃないでしょうか。あと、豊玉戦の後と考えれば、怪我をしてでも抜群のセンスを見せたエースルカーも、 この豊田間戦で一気に名前を挙げました。なので、ルカワは赤城と同じ前頭筆頭という番付にしておきたいと思います。ただ、その他のメンバー、三井と宮城は、山王戦の前は全国的には完全に無名の選手扱いです。なので、番付的にはぐっと下がって、えー、前頭の5枚目、こういう番付に評価しておきましょう。となれば、あもう一人、桜木花道は、 まあ、さらにずっと下がって、えー、いいところ、もう本当前頭の一番下、前頭15枚目。今場所から幕内に上がってきた新米力士って感じじゃないでしょうかね。ただ、また、大相撲に詳しくない方に説明すると、この平幕では前頭というのは一番下に位置づけされていますが、すべての番付から見ると、この前頭というポジション、もうすでにここです。はい。 なので、実際にはあり得ないかもしれませんが、桜木花道は相撲を始めてわずか4ヶ月で入幕した力士というイメージです。力士なんて、ちょんまげが、あ言える長さになる前に昇進してしまう力士がいましたが、花道もきっとそのタイプだと思います。そして、三王戦では、その新入幕の花道が、 まさかの横綱を倒して優勝を勝ち取るというような参納戦はきっとそんなストーリーだったんじゃないでしょうか。はい。では、まだ紹介していないキャラクターを一気に番付に振り上げていきます。ずらっと。はい。えー、こんな感じに考えてみました。静岡女世高校の三越芝君は、えー、昨年ベスト8の高校のキャプテンということで前頭筆頭。 前頭2枚目には神奈川県の3人のセンター、ウォーズミ、花形、高砂を入れてみました。前頭3枚目には大阪豊玉の岸本、板倉。大阪の得点ランキングを考えると、もう少し上の番付を上げてもよかったのかもしれませんが、キャラクターのイメージが評価的に多少マイナスに働きました。なので、前頭3枚目。 そして、前頭4枚目には、清田信長と武藤正、海南大付属ですね。神奈川県を制した全国2位のスタメンという看板があります。そう考えると、三井や宮城よりも格上の番付けになってくるでしょう。はい、いた方ないと思います。そして、えー、そこからは、ちょっと下がって、前頭10枚目。はい、ここに、えー、強豪校ながら全国を逃した昭洋高校の、ザ。 高野野、と長この2人はまあ前頭10枚目この辺のポジションじゃないでしょうかはいまた少し下がって前頭14枚目に両難の腰のアンド上草ざっとこんな感じに考えてみましたあくまで個人的な考えで格付けしてみましたがいかがでしょうかでは最後に小北のベンチメンバーを加えてみましょう さすがに小国のメンバーは幕くちには入りにくいと思うのでこんな感じじゃないでしょうかはいというような感じで僕のチャンネルではこういった感じでスラムダンクにおけるいろんなことを真剣に考察真剣に妄想しているチャンネルですもしよかったらいいねボタン押して応援してもらえると非常に励みになりますチャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくださいスラムダンクにおける ランキングであったり仮想対決そんなことをしているチャンネルです。もしよかったらまた見に来てください。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。あのすみません、バスケットはお好きですか。